レイ ARB、リボン IRB ということで、話しさせていただきます。IRB を、私 IRB の作者なんですけども、これは IRB を作り直してますっていう話で、作者が作り直してどうするんだって話あるんですが、そんな感じの話をさせていただきます。今お話した通り IRB の作者ですね、去年、IRB が誕生してちょうど20年でことを迎えました、おかげさまで、で去年の Ruby 会議では、練習の話だったんですけど、その中で ARB の話、構想の話をさせていただきました。今回は、その続きということで、レイ ARB の話をさせていただきます。IRB の最近の状況ですけども、皆さん知ってらっしゃると思いますけども、開発は長いこと止まってましたというか、バグがいっぱいあると結構対応できないのが多い。のは多くてちょっとあれな状況だったんです、さらにいろんなアプリケーション似たようなやつですね、リプルがいろいろ出てきているということですね。そんな感じになってます。で私はシェルですね、ユニクスシェルでレイシュっていうのを作ってるんですけども、それを作ってていろいろとそのリプルですね、 Ruby のリプルに対するなんか要求っていうか要望っていうのリクエストっていうのが見えてきたと、そういうことで、最近また IRB に再挑戦しているという感じです。で、なんでレイ ARB なのかっていうことなんですけども、練習作っててこれを再利用すればそのまま IRB になれると作れるとIRB に似たものが作れるっていうことに気がついたというのが大きいんで、練習作ってる頃っていうか今でも開発中なんですけども、その頃はまだそういうなんていうんですかね、レイ ARB みたいなものを作ろうっていうのは思ってなかったんですけども、よくよく考えたらば結構似てるところが多いっていうことで、これを使えば再利用できるかなと、再利用じゃなくてこれを利用すれば結構簡単に IRB を作り直せるかなと思ったっていうことですね、で、そういう話で例子とちょっと話がなんていうんですか似てるところもあるんで、例子についてちょっと紹介しますね。これはRuby ストのための Unix シェルっていうことで、シェルです、普通のシェルっていうか、シェルですね、現在開発中です。で、Ruby ストのためっていうことで、イテレーターとかオブジェクトオリエンテッドとかその他の Ruby の機能っていうのが、そのまま使えるようになっていると、そのまま、結構使えるようになっていると、そういった言語です。で、練習自身は、Ruby の構造に変換、トランスレートをして実行しています。で、特徴はですね、コマンドですね、コマンドは実際には Ruby 上のメソッドとして扱われています。で、Ruby 上、だから Ruby にすでに存在しているメソッドはビルトインメソッド。で、そこに存在しなければ Unix とか OS 上のコマンドを実行するみたいな仕組みになっています。で、もう一つの特徴が、パイプラインですね。シェルにはパイプラインってあると思うんですけども、Ruby 上は、ドット、だからメッセージセンディングですよね、に変換されて実行されると。この辺はなんか、エヌメラブルとか見てれば分かると思うんですけども、例えばコレクトなんとかのドットグレップのなんとかみたいな感じで
エヌミュレーターを接続し、あ、つない、ドットでつないでシーケンスを組むことができますけれども、それとのアナロジーでそんな仕組みにしてます。あ、そんな仕組みにしました。まあ、気分的にはシェルの文法を持ったインタラクティブな Ruby で外部コマンドも実行できるものっていうのがレイシューになります。ここでちょっとだけ雰囲気だけ見ていただきたいと思うんですけども、これ、まあ、多分見えると思うんですが、これがレイシューで、まあ普通のシェルです。なんか変な、これだとちょっとあれで、変なメッセージが出てますが、ここの、これはまあそのままエコーバックしてるだけなので、ここはですね、Ruby 語に直してるとこういうふうに実行されてるっていう、まあデバッグコードなんであんまり気にしないでいただきたいんですが、こんな感じで出てます。例えば LS の、縦棒の、グレップの、これはですね、LS のグレップの、ちょっと字が小さいかな、見えない人じゃあちょっと大きくしますね、もうちょっと28、あれ、わけわかんないんだ24、まだかな、30、あ、ダメだな、やっぱ24ぐらいでいくか、ちょっと見づらいかもしれないですけど、 LS のグレップのこれパーセントスラッシュ R スラッシュってなって、あ、これは Ruby のなんだ、パーセント記号ですね、パーセント記号で、こっちのグレップはコマンドのグレップじゃなくて Ruby のグレップです。でこれを実行するとこんな感じで、LS で出たもののリストの中から R で R を含んでいるものを選択しているみたいな、こんな感じのことができるのがレイシュってやつですね。まあ、パイプラインで外部コマンドのスタンダードアウトですね、スタンダードアウトの出力をこっちのレイシュ内に取り込んできて、で、コマンドっていうかメソッドのグレップとに渡しているみたいな、そんな仕組みを実現しています。まあ、これがレイシュですね。よいしょ。で、レイシューに関しては、あと、まあ、普通のシェルなんで、ジョブコントロールができる、コントロール Z とか、そういったものですね、そういったものができるようになっています、はい。で、もう一つの特徴は、これは後でお話ししますけども、マルチラインの編集可能な入力装置を持っています。イメージ的には GCL。あ、Z シェルですね。Z シェルみたいなイメージなんですけど、普通のバッシュとかだとリードラインっていうのがありますけど、それのマルチライン版だと思っていただくといいと思うんですけど、そういった機能を使い、組み込んでます。それと、まあ、コンプリション機能があると。まあ、こんな感じのものですね。で、レイ RB なんですけども、今言って、先ほどお話した通り、レイシューの機能を再利用しようと。いう話で、できそうだって話をしましたけども、今お話した機能は結構使えるという感じで、まずアーキテクチャっていうと大げさな雰囲気ですけども、まあ、全体の動きですね、それ自身はまあレイシューと同じような感じにしてます今回は、はい。あとジョブコントロールとかレイドライン、先ほど話したマルチライン編集機能ですね、そういったものとか、だいぶ利用できると。で、アーキテクチャに関しては、まあ、今言ったようにレイシュー、レイ RB のアーキテクチャですけど、レイシューをベースにしてるって話をしたんですが、どのぐらい、
まあ、アーキテクチャをベースにしているっていうよりソースコードをかなり採用にして再利用しているってことで、これ Git ですね。 Git のここにレイシュってあるんですが、こっちにレイ RB ってあるんですが、この中には何も入ってません。実はレイ RB はですね、この中のレイシュの中のレイ RB ってブランチがあるのでそこに存在していると。まあこの例えば B の見るとレイ RB というのがあったり、まあ、こんな感じで ARB のソースコードが入っています。どのぐらい再利用しているかっていうと、まあ、これはARB の独自の部分なんですが、レイシュの方だと、こんな感じに結構ファイルいろいろあるんですが、まあ、これ全部がみんなレイ RB の方で使っているというわけではないんですが、再利用している部分も結構多いと感じですね。ちょっとまだ開発中なんで今のような感じで作っているということですね。はい。で、もう一つレイ RB はですね、軸解析にリッパーを用いているというのが一つの特徴です。まあ、軸解析って何かって話なんですが、次のページに行ってですね、IRB、まあ、レイ RB もですけども、IRB ではですね、トップレベルの式を識別する必要があると。まあ、IRB 皆さん使っていらっしゃると思うんで、分かると思うんですけど、式をこう実行してて、完了して初めて実行するわけですよね。こっちで、これだと、まあ、あんまり大した話でもないので、if-dir-p-h-end を入れて初めて実行する。こんな感じで、式が完了して実行するということで、この式の完了を識別しなくちゃいけないと。いうことなんですね。で、IRB でどうやってるかっていうことなんですけども、IRB では独自に軸解析機っていうのを実装してて、で、それでトップレベルの式を識別していると。で、こう書いてるとなんか当たり前みたいな感じでもないんでもない感じ、当たり前みたいな感じに聞こえますけども、結構。無理してて、式の識別なんで、本来はパーザーの仕事なんですよね。パーザーの仕事を軸解析機のみでやってしまおうということで実現、やってしまったっていうのが IRB ですね。で、まあ、どうにかある程度というか完全じゃないんですけど、今となっては完全じゃないんですが、とりあえず実現できたっていうのが、まあ、IRB の何ていうんですかね、仕様というか現在の IRB っていう感じですよね。はい。で、そういったことで、まあ、問題もいろいろあってですね、まあ、今言った通り本来パーザーでやるべきことをですね、軸解析のキーのみの実現しているので、いろいろと不都合が起こっていると、Ruby の微妙な構文に追いつけてないところがあったりするわけですよね。はい。で、じゃあ次になぜ IRB ではリッパーを使ってなかったかっていうことなんですけども、まあ IRB の方が先に存在してたっていうのが一番大きいと。いうことです。リッパーは IRB ができて、 IRB は20年前ってお話してもしましたけども、リッパーの方はまあといっても多分10年どころか多分十何年か前だと思うんですけど、リッパーが作られたのは、まあとにかく IRB の方が先にできてたということで、
まあその当時は自分で作るしかなかったということですね。であとはその後ですけども、まあ結局リパについてはまあ今のままでもとりあえず動いてたので、わざわざ再実装するまででもないというか、まあ IRB、 あ、じゃあリパについてはあまし勉強してなくてですね、まあ IRB が必要とする機能を十分には持ってないんじゃないかと思ってたっていうのがあってですね、やってなかったという感じです。で、レイ RB でどうするか、軸解析分っていうよりトップレベルの識別ですね、トップレベルの式の識別をどうするかって話なんですけれども、考えられることは一応3種類ありまして、 IRB のままと、もう一つがオリジナルでパーザを実装すると。でまあ今言ったやつなんですけど、まあリッパーを使うというのが考えられたんですね。で去年っていうか、前回発表した時にはですね、オリジナルでパーザを実装するしかないのかなと正直思ってて、これはまあ、この後話していくうちにちょっと出てきますけど、いろいろ出てくるんですけども、リッパーだけだと結構難しいんじゃないかという部分があってですね、レイシで実現していることをレイ RB で実現するのが難しいんじゃないかということで、オリジナルで実装しようかなと思ってたんですが、オリジナルで Ruby のパーザをもう一回作るのはちょっとあれだなというのがあってですね、迷ってたわけですね。で、まずはリッパーをちょっと調べてみようかということで、ちょっと調べて実現できるかっていうのをちょっと検討してました。で、リッパーなんですけども何かというと、まあこれはまあRuby に標準添付されている Ruby のパーザーですね。はい、で、イベントドリブンベースで構文要素に対応するメソッドを返してくれるということです。で、こちらのこれはまあもともと私もしてたんですけれども、軸要素に関してもイベントとして返してくれるんですよね。これは知らなかったっていうことで、あとなんていうんですかね。リッパー細かい話ですけども、途中で構文エラーとか起こっても軸要素に関してはとりあえず返してくれるんですね、リッパーって。まあ返してくれるんで、そういった機能があると結構 IRB でも使えると。なんていうんですか、 IRB って結構いい加減っていうか完全にパーズする必要はないっていうか、完全にパーズするとかえって悪いこともあるわけですよね。ですからいい加減にやってくれるっていうところが逆に望ましいということで、この軸要素をイベントとして返してくれるっていうのが結構使えるそうだなって思い始めたきっかけですかね。で、今言ったようにトップレベルの式の識別にリッパーを使ってる、レイシでは使う、レイ RB では使ってるんですけども、イベントベースでスキャナーイベントベースで一応利用してまして、主に式の完了っていうと、ネスティングですよね、まずね、クラスとか if とかそういった構文とか、あと括弧とか、あと文字列とか、そういったものが閉じるかどうかっていうのは調べなくちゃいけないわけですけども、そういったもののカウントに使ってます。はい、でもう一つがですね、これも知らなかったんですけども、リッパーだと継続用の識別っていうのをやってくれるんですよね。継続用って何かっていうと、例えば1プラス、Ruby でですね、1プラスの後に改行を入れても、例えば1プラスで、継続行というか、継続しない行のが分かりやすいのかな。セミコロンじゃなくて、改行でも、
なんていうんですかね、それは式として完了すれば終わるっていうふうになってますね、 Ruby はね。で、ですからその開業した時に式が完了しているのかしてないのかっていうのを識別する必要があるんですけども、それがですね、この E1 の INL っていうイベントを調べると分かるというのがありまして、これを使うとその継続して行が継続しているかどうか分かるので、トップレベルのステートメントの識別に使えると。で、あとはですね、パーザーイベントもちょこっと利用してて、オンファイル、これはファイル分ですね、ファイル分が完了すると出てくるイベントなんですけど、こういったものも利用してます。これは何かっていうとですね、勝手に私がファイルドゥプロブレムって言ってますけども多分ファイルの、Ruby だとファイルコンディション開業のファイル分、ファイルのループの中身っていうふうに普通の人は書いてると思うんですが、一応 do も書けるんですよね。ファイルコンディションの後に do って書いて、でループの分を書くっていうのもできるんですけども、これがですね、この do とブロックの do ですね、これは区別つかない、立派では区別つかないっていうか区別してなくてですね、これ両方のドゥとも一緒に扱うと、つまりファイルなんとかドゥって書かれると、このドゥをブロックのドゥと間違えると、ネスティングが2段入ったことになるわけですよね。で、実際の Ruby の構文だとファイルなんとかドゥって書いた場合は、ブロックのドゥじゃなくてファイルのドゥになっちゃうじゃなくてなるので、その辺をちゃんとしてあげなくちゃいけない。で、これは Ruby でも結構複雑な処理を行ってるって、 IRB もそれなりに頑張ってやってるんですが、 IRB だと完全に実はサポートできてないんですよね。で、これをどうするかっていうのでですね、まあ、今言ったネスティングに関しては、このそれなりの処理やればある程度は分かるんですが、エンドが来た時に式が完了してるかどうかはしてないと思うと実行されないことになっちゃうんで、それだと困るということで、このファイルオンファイルとかそういったイベントでキャッチしてファイル分が終わったと。ユナンを調べてます。まあ、ここに書いてある。普通だとエンドでネスティングを終わりって見るんですが、ファイルとかそれらに関してはそんな感じで見てると。です。はい。で、これに関してはまあ今言ったようにリッパーだと do はそういうふうにファイルの do もブロックの do も同じイベントで返しているんですが、これはどうしてそうなってるかっていうと、多分字面上同じだからそうしてるんだと思うんですが、実はですね、リッパーの内部っていうよりリッパーの内部って Ruby のパーザーなんで、実際は区別してるんですよね。中で2つの do は別のものっていうか、あとラムダンドゥとかいろいろあるんですけど、別のものとしてるんですが、わざわざ統合して同じイベントにして返してくれてるという、多分そういう方が嬉しい人も多いと思うんですが、実はね、こういうリプルとか作ってる上では区別してくれるような、生で返してくれるようなモードがあってもいいんじゃないかというのがちょっとねリクエストとしてあるんですけども、まあ、これあと括弧ですよね。こういう丸括弧はまああんまないんですけど、四角括弧とかだとインデックスの括弧と配列の括弧とか実際は違うイベントなんですけども一緒になってるとか、あとふにゃ括弧も同じですけども、こういったものに関しては区別してくれるモードがあってもいいんじゃないかなと思ってます。はい。はい、じゃあ、そうですね。じゃあ次がですね、そういう話で、RayRB では、リッパーを使うようにしました。はい。
あ、それで ARB です。名前の由来ですけども、あのリボン IRB の略ではないです。略ではなくて、これはあの、まあ、先ほど言ったレイシュがあるんで、レイシュに似てる名前としてレイ RB をつけたという感じです。はい、まあ、リボン IRB でも意味は非常に分かるんでいいんですけども、だからあの発音もレイ RB とリ IRB ではないです。はい、じゃあ次はですね、ジョブコントロールについてお話ししますね。あれ、これ見えないって、これじゃあちょっと見えないって話でしたっけ。まあ大したことやらないんでいいかな。これ Ruby ですね。あ、RayRB を実行しているところなんですけども、まあこんな感じで、まあ普通に実行されていますが、ここでコントロール Z を押すと止まると止まるっていうか、あのサスペンドされるんですよね。サスペンドされて、まあこんな感じで見ることができたり、 FG とかやるとさらに継続されると、こんな機能を作りました。はい、あの今コントロール C 入れたんですけど、このエラーはあのただコントロール C で止まったよって言ってるだけで、別にあのそれ以上のことではないんですが、こんな感じの機能を作りました。はい、まあ、これはあの、まあ、レイシュの方でも同じような機能を作っているというか、レイシュの方はコマンドベースなんで、コントロール Z 必須なんで、あっちで一生懸命実装したんですが、こっちでも実現したという感じですね。あで、まあ、仕組みとしてはですね、ジョブ、まあ、今言ったあのコントロール Z、 あのトップレベルステートメントがジョブの単位になってます。まあ、当たり前ですけどね。で、IRB と違うところが一つありまして、そのトップレベルステートメントごとにスレッドを立ち上げて実行してます。はい、でコントロール Z をするとそのスレッドを止めるということになるんですけども、Ruby はですね、外部からスレッドを停止というかサスペンドする手段はないんですよね。あの切るとか あるんですけども、ストップする手段はない。自分自身が止まるっていうのはできるんですけど、そ止めることできなくてですね、どう実現したかっていうとですね、ですね、セットトレースファンクを利用してるって分かる人にしか分かんないかもしれないですが、コントロール Z を押すとそのスレッドのセットトレースファンクで次のステップで止まるよって指定しておいて止めちゃうとそういうちょっと荒技で実現したという感じですね。はい、ですんで、あの何ていうんですかね、あのこれをセットトレースファンクなんで、 Ruby のコードが実行されてないと止まらないC で書かれている部分というかですね、あのその何も考えてない C で作られている拡張ライブラリなんかは止まらないです。はい、あの止まる準備、だからメッセージとしてはそういう時止まる準備をしていますよみたいな感じで出るんですけども、あのまあそのうち止まるまあ、 あのスレッドとしてはあの識別できるんで、あのその後あのなんて、あ、だからつまりコントロール Z を押した段階で、あのバックグラウンドで走るんですよね。実際にあのレイ RB の仕組みとしてはコントロール Z を押すとそのスレッドがバックグラウンドで走り始めると、でそのうちセットトレースファンクで引っかかると止まるというような感じになってます。まあ、ただ今言ったように一応何て言うんですかね、一応ジョブとしては識別できるんで、その後何かはスレッドとして識別できるんで、あのいろいろ処理はできると、切るとかはできます。はい、次はですね、リードライン、あ、レイドライン、マルチラインエディタブルインプットメソッド
ということで、インプットメソッドっていうのもちょっとあれなんですけど、まあ、これ発音通り、リードラインとあとレイシュから来てレイドラインというふうに言ってます、はい、で複数行編集可能なリードラインです、はい、であとはヒストリーとかメッセージ機能とかあるということで、ちょっとお見せしますね。っていうか先ほどやってたのはもうすでに実行されてるんですが、これでまあ、さっきループで作りましたよね。こんな感じで一応、あ、これなんか違うのが出てるのか実現さ、なんか違うのが出てるか、まあ、こんな感じでこれヒストリーを遡ってるんですけども、こんな感じで戻ることができる。あ、もうちょっともう一回最初からやった方がいいかな。あ、LS はできないちょっとね例えば if ph else、 あ、そうか、ちょっとね、ちょっと待ってください。あ、そうか、エルスはインデントを戻すようにしてないのか、まだ。すいません、ね、あれ、してなかったかな。あ、そうなんですよね。エルスちょっとね、まだ忘れてて、エンドとかはこうやって戻るにはなってるんですけれども、こんな感じで自動的にインデントできるようになってたり、あ、そうそう、編集ですよね、編集。編集で、トゥルーの、で例えばここで戻ってに編集するとか、こういった編集機能があると、多重複数行の編集機能があるってことで、これGシェルとかマネなんていうんですか、こういった似たような機能ある、はい、あるんですけども、なんだろう、カレント行の編集だと G シェルはこういう感じにはならないんで、それよりもカレント行というか、この現在入力しているものをマルチ多重編集できるっていうのは多分かなり珍しいんじゃないかなと思います、ね。はい、でヒストリー機能もこんな感じで戻れて、例えば3、まあ、こんな感じに変更したりっていうのは自由にできるようになってます。であとメッセージ機能って言ってた。メッセージ機能はですね、ステータスラインにメッセージが出るっていうだけなんですけども、例えば if、 あ、こうやるとエラーが出るんです。あ、エラーが出るっていうか、エラーが下に表示されてますけども、これは条件文がないんでエラー出てるっていうことで、みたいな、こんな感じでステータスラインが出ると、これはちょっとこれ自身だとあんましまだちょっとね、練習だ、あ、レアルビーだとあんま実現が、メッセージラインに関してはちょっと大して利用価値ないんですが、今みたいな感じでステータスラインで出ると、これはコンプリッションとかね、ヘルプとかの時に役に立つやつですね。まあ、こういったものが実現されていると。でこれ自身はジェムにタームインフォっていうライブラリーがあってですね、それで端末を制御しています。でなんかちょっと某 AKR さんに、ね、言われたんですけど、リードラインとか GCL とかだとカーソルの位置情報は利用しないんだとつまり相対移動だけで実現してるんだよって話を聞きまして、じゃあ私もやろうかなということで、そういうふうにしてます。これなんでこうしなくちゃいけないかっていうのは何なんですが、まあ、とにかくこうするとですね、使えるなんていうターム
その端末のエスケープシーケンスコントロール制御コードがですねかなり限定されて相対移動としか使えなくて、あのスクロールも使えないんですよね。スクロールも開業でスクロールするしかないっていうことで、まあ結構大変だったんですけど一応実現しています。で、これあのリードラインに関レイドラインに関しては結構複雑な処理してて多重複数行編集できればいいってもんじゃなくてですね、あの式を識別する必要があるんですね。あの IRB とかだとあの何ですかリードラインから返ってきたものをそれを IRB の方でパーズしてどうするってやってるんですが、レイドラインの場合多重編集なんでレイドラインの中で式が完了してるかどうか分かんないといけないんですよね。でレイドライン自身はあの当然あの Ruby と関係ない世界なんで、あのそれはあのどっちかあのそっち側のマスターっていうかあのこの場合はあのレイ RB ですけどそちらに聞かなくちゃいけないって話になるんですが、そういう式の識別が必要であると。あとはインデントの処理とかあのプロンプトですよね、表示とかもあのインタラクティブっていうか編集中になんか動的に変わらなくちゃいけないっていうことで、例えばあ見てもらいました今今こう15、16、17、18ってあるわけで、ここで行を編集するとここで1個増えてインデントがここインデントじゃないカウンター変わってるとかそういうくだらないって言ったらくだらないんですが、そういったものを実現するために結構なんていうんですかね、そのレイドライン自身じゃ完了できない機能な、プロンプトどうするかっていうのはあのレイドラインっていうよりはそっちの大元の方レイ RB の方とかそっちの方になるんで、そんなものをやらなくちゃいけないと。あとはシンタックスエラーですね。あのこれは何かって式を識別するのと関係あるんですけど、あのシンタックスエラー今ちょっとさっきシンタックスエラーした例やりましたけども、これでこの段階であのシンタックスエラーが起こったよって教えてくれないと、こうやってもこれあの式は完了しないんで終わらないんですよね。だからこういうなんかシンタックスエラーが起こってるとかなんとかとかなんかちゃんと教えてあげないといけないってことで、結構思ったよりいろいろ複雑な処理をしているしなくちゃいけないというのはここでした。でまあ、そういった多重編集機能を実現しましたよという話でした。次はコンプリーションで、現在実装中で、本当はここまでやりたかったんですが難しくてですねちょっとやってないということで、時間の関係もあるんでここは適当にいきますけども、あの練習でコンプリーションは実現できてですね、あのまあ練習先ほどちょっとデモしましたけど、あんま Ruby とあんま変わらないんですよね。でそのコンプリーションで実現したことをちょっとやりたいなという感じです。あのレイ RB でもやりたいと。ちょっとこっちで練習ありますが、例えばここかここあ、DF か DF のこういうのはこれはプロンプトのヘルプですよね。こういったのとか、あと A で L か。これ L でコンプリッションすると、まあ、可能性のあるがいっぱい出てるんですが、こういった機能を実現したい。これはあの GCL 風になってて、あのリードラインとはちょっと違うっていうのは分かります。一番上にこの行が残ってて、さらになんか、これはビルトインのメソッドとあと実際の外部コマンドですね、リストが出てるんですけども、こんな感じのちょっともうちょっと頭いいのを IRB でもあレイ RB でも実現したいというのはここです。はい、うん、でですね、レイシュはですね、そのコンプリッションであのメソッドチェーンでその
例えば LS 縦棒の後に、あ、LS だとあれか。まあ、あの例子でも普通の Ruby のメソッドが実行できるんで、Ruby のメソッドで例えば、あ、そう、例えばだから今言ったように LS じゃなくて、例えばあれがいいか、あれのあと、あれなんかのあれがあって、それのあとに縦棒が来て、あれのあとに来れるメソッドっていうと、あれのコマンドだけなわけですよね。ですんで、あのそういったあのパーザーを使って、あのそれがあれだと識別して、それをなんで絞り込んでですね、その可能性を絞り込んで、あのなんていうんですか、候補を出すようになっていると。そんな機能がついているんですけど、それもあのレイ RB で実現したいなと思ってます、はい。まあ、ちょっとレイ RB にできてないんで、一応やりたいなって話ですね。で、あとはその他行いたいことって今後の予定ですけど、今言ったようにコンプリーションをですね、完成させたいということと、あとはコードの整理ということで、最初の方でお見せしました通り、例子の上に築かれているんですよね、レイ RB が。本来逆で、多分レイ RB があってその上に例子っていう感じにならなくちゃいけないんで、そのこの辺をちょっとやりたいなと。あとレイドラインに関しては、一応これ自身で独立してるんで、ちょっと別にコンポーネントっていうか、あの分けてやりたいなと考えてます。あとはヘルプとかも考えてるんですけども、これに関してはあの IRB は実はあのエラーメッセージとかね、日本語で出たり英語で出たりってことで、実はちょっと対応してるんですが、もうちょっと Ruby としてどうするっていうのをや実現してほしい、あのどうするかっていうのを決めていただけると、こっちとしてもそれにのっとって実装できるんだけどなと思ってます。で、最後が、できれば IRBからこっちに置き換えたいと思っているんですが、まあこれは一人で決めることではないんで、まあ、あのやり決められることではないので、どうなるかなっていう感じですね。で、あとは置き換えるにしても互換性、あのいろいろあるなと、IRB と互換性ないので置き換えるにしてもいろいろクリアすべきことがあるかなと思っているところです。はい。はい、以上です。